らっしゃい。衝撃作もののけの中村賢治監督がノイタミナに帰ってきた。イエーイ。視聴者の熱狂的な支持を集める中村監督ならではの手法で今回も斬新なアニメを世に送り出す。型破りの精神科医伊良部一郎、大中小、彼の診察を受けようと不眠症の空中ブランコ乗り、局部が立ちっぱなしになってしまった区役所職員、強迫神経症の恋愛小説家、先端恐怖症のヤクザなど様々な患者が押し寄せ、今日もイラブは大忙し。心の病、贅沢すぎる声優陣。イラブ一郎、イラブ一郎です。三谷裕二とパクロミをダブル主演に迎え、精神科ですよね。森川俊之、桜井貴寛、三木真一郎などなど主役級の豪華キャストが毎回登場。しかも声だけでなく実写パートに素顔で出演。また無愛想なナース真由美を人気タレント杉本由美がセクシーな声とボディを総動員し熱演。やってあげようか、腰が引けてるもん。原作は直木賞作家奥田秀夫。これまでドラマ舞台化された小説をアニメ独自の切り口で映像化。はい。オープニングエンディングテーマを共に電気グルーヴが担当。新曲と過去の大ヒット曲シャングリラのリモデルを引っ提げ、墓場鬼太郎以来の再登場。初回限定生産版にはイラブカルテが付き、通常版と共通の特典映像や声優朗読ドラマなどを収録。空中ブランコ第1巻 DVD& ブルーレイ1月27日発売。以下4巻まで順次発売。